ブックピープルご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。前回ですね、小学館からこの正しいとは何かという本を出していただきまして、実は20年ぐらい、この学生に正しいとは何かというものを講義してきたわけですが、現代はですね、正しいということが何だかさっぱり分からなくなっちゃった時代であります。しかし毎日のように我々のところに来るニュースはですね、一つ一つを正しいと思う、何が正しいか分かりながら判断しなければならないという、そういう時代でもありまして、しかしこの本はですね、縦糸ですからね、ある思想によって書かれておりますが、それに対してこう実際の事例というのを少し、ここでも事例はあるんですけども、少しやってみようということで、このガリレオ砲弾の中で、前回は環境とかエネルギー、私の専門分野、今日もですね、専門分野っちゃ専門分野なんですが、教育についてちょっと正しいということを、横軸としてですね、お話をしてみようかな、こういうことなんですが、昨日か一昨日ですね、体罰で愛知県の教育委員会が55人を処分しまして、いつものようにこう頭下げておりますが、いや実に変な事件ですね。体罰で愛知県の高等学校の先生を55人を処分したと。誰が処分したの？教育委員会が処分したと。一体これどういうことなんでしょうかね。体罰が悪いって、なんか NHK がこの前、体罰というか悪いかいいかということを議論する社会が問題だって言ってましたけど、これはね、蹴りがついてないんですよ。例えばですね、お母さんがですね、デパートのおもちゃ売り場でダナーをこねて、ひっくり返っている子供をですね、腕を引っ張って、連れていくというのを体罰か。もちろん体罰ですね。じゃあお母さんは体罰が許されるけども、教師は体罰が許されない。こういうことってあるんですかね。私もずっと長い間、学校の先生しておりますが、うるさくって全然講義ができないっていう学生をですね、腕を取って、廊下に連れ出すと、これ体罰でやられちゃうんですね。体罰は別に殴るとか叩くとかいうのが体罰だけじゃありませんからね。じゃあ今の教育の中で体罰ゼロで教育できるのかということはほとんど一回も議論されておりません。これも面白くてですね、体罰は悪いというふうに最初からね、なんか決めでかかっちゃったんですね。この事件はもっとおかしいんですよ、この処分は。っていうのはですね、愛知県の教育委員会はですよ、高等学校で体罰が行われていることを十分に長い間知っておりました。それを止めませんでした。なぜ止めないかと、止めると教育ができないからですね。止めませんでした。突然体罰が悪になっちゃったんですよ。で、後付けでこれ処分してるんですね。だって今まで認めてきたんですよ。認めてきてるから分かってるんです、もともと。分かってることを今まで放置してたんです。放置ってのはいけないんですね。正しいと思ってたんですよ。高等学校の教育である程度の体罰が必要だっていうことを教育委員会自身が認めてきたから処分をしてこなかったんですよ。そう言いますと、文部省には体罰って書いてあるじゃないかとかですね、僕は体罰のことを書きますとね、ブログの読者がいっぱいそう言ってくるんですけどね、これ違うんですよね。文部省はただ責任逃れのために体罰をやっちゃいけないと書いただけなんですね。全然教育担当してませんから。ところが現場では体罰をやらざるを得なかった。せめて愛知県の教育委員会はですね、体罰は、愛知県における体罰は悪いことだったのが良かったのかという研究会を開いて、自分たちの手で体罰は悪いんだったら悪いと決めて、そして処分に及ぶんだったらいいですよ。だけど今までいいとしてきたんです、正しいとしてきたんですね。これじゃやっぱりダメですね。高等学校で教室で麻雀をする学校があったんです。結構これを止めるのにもう本当大変だったんですね。教育委員会はもちろん知っております。学校の先生も知っております。教室の後ろでね、机を 2,3 個集めて麻雀するんですよ。それジャラジャラ落としますからね、授業できないんですよ。口で言って分かる子が教室で麻雀をするってことはもうこれは絶対ありません。口で言っては聞かない子が麻雀をするんです。じゃあその時にですよ、真面目な生徒もいるんですよ。その人たちは勉強したいんですよ。ある先生が私にこう言いましたね。それは麻雀するのが悪いかどうか、その子供たちになんで麻雀したいのって聞くことから始めなきゃいけない。いやそれはね、麻雀やってる4人の生徒はそれでいいですよ。だけど4人以外の35人は困っちゃうんですよ。そんなことでどんどん授業が飛んじゃいますから。
その時にどうするかっていうとね、これやりようがないんですよ。これ結局どうなったかというとですね、やめさせられなかったので、父兄と先生がもう何回も会合しましてね、それでもう父兄側からも先生側からも全部と解き伏せた後、その生徒に麻雀をしちゃダメだっつってやめさせたんですよね。でこれはね、どういう事件かって言いますとね、現在の日本ではですね、高等学校の授業中に麻雀をすることがいいことか悪いことかっていうこともコンセンサスがないんです。教育というのはですね、これがいいというコンセンサスがあって初めてできるんですね。例えば授業中に喋っちゃいけないと、僕ね、講義しててね、静かな教室で僕が講義してたら、ある時に突然ここに座ってた学生がひょっと立ってですね、堂々と真ん中をこう通ってこっちに行って、そこで友達と大きな声で喋り始めるんですよ。シーンとした教室の中で。で僕はね、変だなと思ってね、一番前の学生にね、あれ何やってんのって言ったらね、いや悪いとは思ってないんですよって言ったんですよ。いやそうなんです。つまり授業中に立って大きな声で喋って悪いと注意されたことが一回もないんです。要するに授業をサボって何が悪いところなんです。そうね、こういう言い方をするとまたダメなんですね。人の迷惑になることはやめなさい、それはあなた分かってるでしょって言うとね、今度は変なのが出てくるんですよ。授業中ね、一生懸命ね、その携帯出してね、ゲームをしてる学生がいる。これを注意するとね、先生、僕は何も人に迷惑かけてませんとこう来るんです。あの年っていうのはですね、別に本当は素直なんですよ。だけどへりくそをこねたい年なんですよ。それに対して教師の役割はですね、教育なんですよ。教育っていうのはですね、皆さんね、学力を物理を教えると思ってるけど全然そうじゃないんですね。教育基本法第1条目的、人格を形成し、正義と真理を愛し、他人の意思を尊重しって書いてある。我々が教育してるのはね、人であって学問、足し算を教えてんじゃないんですよ。足し算とか社会を通じて人を育ててるんですね。ですからやっぱり授業中に、人の迷惑をかかわらず大きな声出したり麻雀したり、それからゲームをしたりする子供をですね、注意されてきたんですよ。我々はそれは職務なんです。そんなのしなくたっていいじゃないですか。本人の責任だっていうのは職務怠慢なんです。私言うんですけど、家が火事だったら消防士は水をかけなきゃいけないって言うんです。僕はこれ学生に言うんですよ。そういう時に犯人が逃げてる時は警察官が追わなきゃいけないんだ。いやあれはね、勝手に泥棒したんだからいいじゃないかって言ったら職務はダメなんだ。私たちは皆さんの人格を形成するためにここにいるんだからダメだとこう言うわけですね。しかしね、そこまで言わなきゃ今ダメなんですよ。そこまで言う先生ってめったにいませんからね。だから結局は教育できないんです。で私ね、実は体罰は反対なんです。だけどこのね、高等学校の全員の先生が、ね、やれないんですよ。私のように教育法の第一条こう書いてあるお前なんだなんて言えないんですよ。で私もね、このくらいの背丈の学生を相手にしますからね、結構怖いんですよね。だって僕はこういう性質ですからね、殴りかかってきてみろっていう感じでやりますけどね、これはなかなかね、できたもんじゃないんです。じゃそれをどうするのか。それね、変な人がね、家庭の責任だったんですよ。いやダメなんです。職務っていうのはそんなもんじゃないんですよ。悪い人が放火したから、放火した人が悪いですよ。だけども消防士は水をかけなきゃいけないんです。だから学校の先生は家庭の教育がいかにダメでもですよ、その生徒が学校にいる限りはね、断固体張って先生は教育するって言うんですよ。その時に本当に体罰ないのっていいのと、これをね、一回がっちり議論しなきゃダメだって言うんですよ。もう一つの方法はですね、これ私まあ世界でまあ30カ国ぐらいいろんなところの教育を学んで、これは一つアメリカのカリフォルニア大学のあれなんですね。まあレジャーランドと名前を付けたのは、日本の大学のレジャーランド化っていうのが一時言われましたね。大学で何をしてもいいんだってことがあったんですけど、それもそうでもあるんですよ。私それほど否定しておりません。しかしこれはですね、カリフォルニアの大学で僕が上から学生をね取ったんですけど、これ一回もフリーにやってますけど、アメリカの大学というのは非常にはっきりしてるんですね。この大学はどういう制度かというと、例えばですね、先生が経済の講義で6年前よりか前のものを使うと、その先生は翌年に解雇されます。つまり経済学は最新のデータを使って学生に教育をしなきゃいけない、こういうことですね。学生もちょっとでもサボったらすぐ退学になりますというのは、この大学はですね、もうはっきりしてるんです。アメリカの大学大体そうですけどね、サボるやつは落とす、落第させる。日本は落第させられないんですよ。文部省令で 8% 以上は落第させられませんから。そうすると 8% っていう数字はね、これは落第させられることができるんですけど、補助金が来なくなっちゃうんですよ。
だからダメなんですよ、実際上ね。ところが滞留するのが 8% 以内なんで、病気で病欠する学生も全部含むんですよ。実態的には今ですね、私立大学で落第させることは現実的にできないんですね。それをまあ学生側が分かっててサボるんですね。それサボっても合格させなきゃいけないというのは今の日本の大学なんです。これは文部省管轄下ですからね。もちろんアメリカ文部省ありませんから、全部自分学生と学校側の契約によってなっちゃうんですね。そして何のために大学に来るのかと、勉強するためだと、もうこれが徹底してるんです。人格なんか全然関係ないです。人格教育なんかしてませんから、全部ビシッと勉強だけですね。それは勝ったものが勝ちなんだと。今 TPP で問題になってますけども、まあ、医療、アメリカ医療制度が日本に来たら困るんだとお医者さんいますね。確かにそうですよ。救急車で担がれたらまずカードを見せるわけですよ。それカードにゴールドカードなら日赤に運ぶ、ね、一番ボロいカードだったら、なんか貧民用の病院とあるんですよ、ただの。そこに運ぶって救急車の段階で分けるんですよ。これはですね、力のあるものが正義だっていうアメリカの考えでは正しいんですけど、日本の社会でちょっとねそれやりますとね、やっぱりいろいろね、やっぱ日本人はどんなに貧乏でも日赤に連れてってくれって言ったら日赤に連れていくっていうのがね、日本の文化なんですね。だからそのアメリカ的なこういったですね大学教育が本当にできるかっていうのもですね難しいんですね。ところが、そういう中で日本の教育はねもっと大きな問題があります。その問題をちょっとですねお話ししますとですね、